皆さんこんにちは。10月25日水曜日、毎週水曜日は写真で旅するスペインをお届けします。マドリッドの SNJ 日生文化協会メンバーズハウスからの発信です。前回アラゴン州ウエスカ県のアルケスタルという町へ着いたところで終わりました。今回より何度かに分けてこの綺麗な村の様子をご覧いただきます。それでは始めましょう。1枚目の写真、村の全景を見ています。先週金曜日のライブニュースの中で余談の時間にも少し触れましたが、この町は今年国連機関である国際観光機関発行のその最新ランキングって言うんでしょうかね、世界の美しい村リストってなんですが、それに選ばれて、まあ、なおかつスペインで一番美しい村として選ばれた村です。ヨーロッパ人でここを訪れる人は多いですが、日本人はまだほとんどないと思います。次の写真へ進みます。同じ角度からですが、もう少し遠目に写したものです。まあ、周囲のね、景色がどんな感じかっていうのが、こちらの方がよくわかると思います。はい、進みます。村の中の様子です。古い建物がほとんどでね、地面は石畳です。この時、車椅子の方も一緒でしたから、今からご覧いただく写真はすべて車椅子で行けるところの写真です。進みます。細い道を進む中、時々建物の間からこの高台にあるお城と教会が合体したものが見えます。まあ、正確な名称としては、コレヒアータ・デ・サンタ・マリア・ラ・マジョールと言います。簡単に訳せば、聖母マリアの教会。そんな感じでいいと思いますが、正確に訳すとね、これはちょっと意味を理解しないと訳せない。そういった、ちょっと難しい名前になります。あるいは単にアルケサルのお城という意味で、カスティージョ・デ・アルケサル。アルケサル城。こういうふうに呼ぶこともあります。オリジナルは9世紀にアラブ人によって建てられた城塞ですが、1067年にカトリック教徒がこの地を奪回後、大きく改装しています。徐々にその立地が戦術的な意味を失っていったことにより、城塞としての必要性がなくなり、教会へと変わっていったようです。1099年にはアラゴン王サンチョ・ラミレスから聖アウグスティの修道会士らに渡され、彼らの手によってアラブ人による棟張る建築からロマニコ様式のコレヒアータに変わり、とりあえず今コレヒアータっていうのは教会だと思っておいてください。ロマニコ様式のコレヒアータに変わり、16世紀にはゴティコ、ゴシックですね。これが加わってきて、17世紀には、まあ、現在見られる主祭壇の祭壇画や、いくつかの小祭壇が追加されたようです。時代とともに随分とね、姿が変わっていったということです。その手前にある大きな建物が目につきますが、こちらはサンミゲル教会、全く別の建物です。高台にあるこのお城のですね、まあ、ドーンとこうメインのね、建物があって、その後、まあ、写真で言えば、写真の少し左の方にメインとなる建物があって、真ん中あたりから右の方へ城壁がこう続くのがわかりますが、この城壁が始まるところのすぐ上、緑がこんもりとあって、その上にですね、何か細い石の柱のようなものが3本立っているのが見えると思います。次の写真でそこへズームインしています。少し大きくなりましたね。まあ、さっきの写真がね、すでに私のカメラでかなりズームした写真でしたから、それ以上あまりズームできなかったんですが、まあこれでかなりよく見えると思います。三本柱、そんな感じのものがね、立ってますが、よく見ますと、それぞれの柱の一番上が十字架になっているのがわかります。おそらくゴルゴダの丘でのイエスの十字架形を表したものだと思います。はい、次の写真。先ほど手前に少し屋根の部分だけが見えていたサンミゲル教会です。
これは17から18世紀建築のもので、現在、教区教会として機能しています。教区教会というのは、このあたりの教区、小さい教区ですね、小教区。この教区に住んでいる方々、住民たちのための教会と言いますか、この教区を司っている教会と言いますね。はい、次の写真。また前景が出てきましたが、ちょっと角度が違うんですね。ですから、手前にあの大きなサンミゲル教会が見えていません。代わりに、随分手前ですが、小さな花壇のようなね、ものがあって、そこにお花が咲いていたので、それを入れて撮ってみました。まあ、それにしてもこの空の色ね、スペインらしいですね。本当に青いです。次の写真。こんな感じで村の中は坂道が多いです。さっきも言いましたが、ずっと車椅子の方と一緒にこれ行動していますから、車椅子で散策可能な道を進んでいます。が、やっぱり上り下りがありますから、結構ね、ちゃんと力のある人が車椅子を操らないと危ないです。またこの石畳っていうのが、特に車椅子の前輪がね、石と石との間にはまったりして結構大変なことがあるんですよね。まあそういった意味で、例えば、手伝ってくれる人が一人もいなくって、自分一人だけで車椅子でこの工程を行くのは、よっぽど力があって、体力があって、慣れた人でないと結構きついかもしれません。もう一人ね、いてくれて必要な時に手伝ってくれれば問題ない。そういった道をね、散策中です。はい、次の写真。古い建物、古い街並みが残っていることもあって、入り口の上に紋章がある建物が目立ちます。これもその一つですね。はい、次の写真。建物の地上階がトンネルのような通路となっていて、あちら側へ通り抜けできる。そんな感じの、なんか抜け道みたいなね。そういうところが何箇所かあったように記憶しています。はい、次の写真。これも紋章ですね。まあ、この時、私も初めて訪れる村だったので、そこを車椅子の方と一緒に散策するには、やっぱり責任がありますよね。道の状態に精通した人の案内が必要だと思って、あらかじめ村役場と連絡を取り、同行案内してくれるようお願いしてありました。それで安心していけたんですけどね。まあ、その時に同行案内してくれた役場の人が、まあ、こういった紋章についても一つ一つ説明してくれたので、まあ、その場では一緒に寄られた皆さんへ日本語で訳したんですけども、残念ながらその内容をね、覚えていません。まあ、そう考えるとなんかやっぱりこうビデオで撮ってるとね、後からね、そういった説明も聞けるので便利かもしれませんね。まあこの今ご覧いただいている紋章は時代的には16世紀に彫られたもののようです。はい、次の写真。どういうアングルで撮ってんだろうと思われるかもしれませんが、なんせね、これ道が細いため、写真を撮るその距離を撮れないんですね。ですから、まあ、こんな感じの写真になっちゃうんですが、なかなか撮りたい感じの構図で撮れません。写真撮るのが、こういう古い街ってな、村っていうのは難しいです。また、この時私、車椅子をしてましたから、車椅子を離すと、コロコロ転がっていっちゃいますから、必ず片手で車椅子をガシンとこうね、持って押さえて、もう片方の手で重たい一眼レフを持って片手取りしてますから、まあまた、そういう意味でもね、ちょっとこう、アングル選びに制限があったんですけども、まあどうしても撮りたい時にはね、ちょっと車椅子のね、ブレーキをね、かけさせていただいて、両手で撮りましたけども、まあそれ以外はみんなずっとこれ、片手で車椅子、片手で写真撮る時だけですよ、片手で車椅子ってのはね。それ以外は両手でちゃんと押してますけども、撮影の時だけは重たい一眼レフ、片手撮りです。はい。その次の写真。これもまた立派な紋章ですが、これはね、調べると18世紀となってましたね。さっきの紋章は16世紀でしたか？同じその村の中を歩いていても何百年も違いのあるいろんな時代の紋章が残っているのを見ることができます。はい。次の写真。こんな感じのね、街並みっていうんでしょうか。村並みっていうんでしょうか。この石畳、これをさらに進みます。次の写真でもまた立派な紋章が出てきました。これを次の写真でズームインしています。
真ん中あたりにね、なんか今ほどこう鳥が飛んでるようなそんな感じの紋章で、これについてもいろいろと説明を受けて訳したのは覚えてるんですけどね残念ながら内容を忘れてしまいました。これは18世紀に作られた紋章のようです。この紋章一つ一つね、かなり正確にこういう紋章だったであろうということが分かっている紋章もあれば、もう想像でしか語れないそういう紋章もたくさんあります。次の写真、この紋章、これについては、まあ、ネットで調べる限りは、やっぱりこれもね、はっきりとは書いてないんですよね。中世頃のこの村の紋章かもしれないというかなり曖昧な表現を2箇所ぐらい、そんな記述を見かけました。はい、次の写真。これも狭い道で建物を見上げるような感じでね、カメラで撮ってますが、まあ、最上階にはアーチが並んでいて、なんかこう普通の家っていう感じじゃないですよね。やっぱりこうお屋敷だったんでしょうね。立派なお屋敷だったんじゃないかと思います。はい、次の写真。何人かの人の姿がありますが、あそこには小さな礼拝堂があります。また次回になると思いますが、その礼拝堂の中もご覧いただけると思います。はい、次の写真。ここもなんかこうね、建物の下が通路になっている感じ。通り抜けできる感じですね。はい、これが今日の最後の写真となります。今日も最後までご一緒いただきましてありがとうございました。今日はウエスカ県にある美しい村、アルケサルの様子を少しご覧いただきました。次回も引き続きこの村をご覧いただきます。皆さんのご登録、いいねをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。